一撃は動画人気やで。なんと我々は今この見てください、この大自然。これ全部雪です。もう地面があそこにね、一応ね、うん、坪坂、竹村、足立が歩いてるんですけどね、はいはい、もうあ、ちょっと待って、お前こうやったら雪が来るでしょ。こうか、すいませんでした。うわー、追い抜かれてますよ、私。ちょっと完全に置いてかれてるよ僕らね。車崎神社にね、初詣に来たら、はい、もうこれそんな感じじゃなかったのにさ、近くの山がもうね、もう見えないよ。っていうかこれマジでさ、これ帰れんのかな。電車動いてんの。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくよろしくお願いします。あの旧年中は、はい、いっぱい公演して今年もいっぱいやるぞと芸能神社ですよ。玉造りの、玉造りちゃんは車崎神社にね、はい、やってきたら今もうね雪がね真横に吹いてるんですよこれ。うわー、見てくれー、なんだこれ。やめてくれやめてくれ、早く橋渡りたいよ。手が死んでもうダメだ。見てください、あそこ遠い、3人が遠いよ。3人で撮ってること知らんもん。知らないもんね、勝手に撮りやすい。いやー、うわー、あそこに山が見えるかな。いや見えないな、もう見えないですよ。なんか伝えることと言ったら足元の雪って。ああすごいわ、なんかこれで分かってくれるかしらね。いいと思います、すごい。急遽我々は3本の傘を買い、はい、今私傘刺さってないですけど、ね、傘ないんすよ。いやちゃんとなんかこの雪の角度計算して私はね持ってますからね。ちょっと待ってよ、あれ竹村なんかやってんな。竹村さんがそいつは私より、ね、雪玉をぶつけてくるんですよ。やだな、なんかあるんじゃない。うわぁ今動画に撮ってます。車来る、今動画に撮ってます。京都です。京都やね。後ろ授けた雪だるま見た？見てないわ。見てるか。授けたってないね、ほんで私が授けたって言ったどこやねん。見えへんわ、もう今子供が見えた、もう見えない、見えない。じゃあね、それよりも私不穏な空気を感じるんですよ、ね、だから竹村さん、また京子の雪ボールを作っとる。やめてほしい。うわすごい、なんでこれ。いや一面マジ雪景色だから、これ俺らどっから帰んのこれ。駅に向かうんですよ。駅に向かう。だって竹村さん何作ってんの。後ろ文ちゃん、はい、あ、行こう行こう、こっちや。さあ、おいお前もやり返しちゃったやん。でも手死ぬでその代わり。うわ、あかん。めっちゃ危ない。ちょっと雪が、靴を外すんやん。雪がボールを投げつけたれ。あ、お前それやったが最後やぞ、お前。もう僕はもう回避します。もうイチャついてるしか見えへんわ。いやーすごいな。こうもう見てください、この新雪。助けて。ね、というわけで。危ない。うわやめろやお前。やめろや、片手。うわ。ちょっと待って、おかしない。竹村さんおかしない。うわ。やめろや。なんで宇宙バカに。こっちを狙えや。バカ。うわぁ、これちょっと、もう時計見えへん。早く帰りたいよ。怖いよ。早く帰り、中に砂利入ってた。怖すぎる。あれが元時計です。あれ時計や。もう早く帰りたいよ。早く帰りたい。以上、元旦の石井家でした。今年もよろしく。今年もよろしく。あはー